はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は引き続き、酎ハイ、果汁 100% のステキ絞り、白ぶどう味ですね。アルコール度数 4%、果汁 100% 過去濃縮還元。原材料がぶどう果汁とスピリッツと酸味料と香料とビタミン C。となってます。これは珍しいこともないか。まあ、ぶどう、白ぶどうで 100% 味の白ぶどうって、100% の白ぶどうジュースってあんま見かけないけどね。普通のぶどう味なら見かけるんですけど。でも、それでもそんなに見かけないよね。やっぱり、オレンジジュースとかさ。ですよね。これは珍しいですね。それでは乾杯。うん。ほんのりこの炭酸が入ってるんです。これね。うん。うん、美味しい。うん。これはマスカットですね。うまいな。うまい。前回のがグレープフルーツ味だったんですが、それに比べると明らかに、まあ、甘さが強くて、これは女性向けですね。美味しい。うん。うん。まあ、アルコール度数 4% なのが、まあ、若干、物足りないですが、まあ、問題なく美味しいですね。これに自分でウォッカとか加えちゃえば、まあ、ね、100% に限りなく近い、お酒が作れる、うん、うん、まあ美味しいですね。うん、まあやっぱ炭酸が入ってるっていうのが若干入ってるっていうのがやっぱりちょっとキーポイントでしょうな。うん。果汁 100% で炭酸はまあ、ほぼありえないですからね。まあ、最近ちょっと寒いんで、チューハイもあんまり飲みたくないんですけど。うん。でもこれは美味しいですよね。うん。特に言うことはね、特に言うことはねえよ。特に言うことはねえ。うまい。はい、3444です。ご視聴ありがとうございました。